どうもだいのすけです、えー、と今回は俺の両親がねとても仲良しなっていう話を聞いてもらいたいんですけどなんでそんなテンション低いのっていうふうに思うかもしれないですけど <laughs> いやーちょっとね俺まだ友達とかにも誰にも言えてない話なんですよねでまあ実際に俺の両親がさどっかからこの話を耳にしたら多分恥ずかしいだろうなっていうところもあってけどさ「王様の耳はロバの耳」っていうあのおとぎ話とかあるのと同じようにちょっとね一人じゃもう抱えきれないんですよね。<laughs> ちょっっと皆さんに聞いいていててほしうあの、まあ、最終的には俺の両親はめに恵まれている俺はいい親のもとで生まれてきたなっていう自慢話に帰結するわけなんですけど今回の動画で一番言いたいことっていうのはやっぱりねその俺の両親を見ていて分かるようにその自分の人生の幸福度って良好な人間関係を持つということ特にパートナーとの関係が良好であることってやっぱり幸福度に直結してるなっていうのを目の前で見ていたから俺もやっぱ。 人人間間のの幸福度って健康とと挑戦と充実した,充実した人間関係この3つでで決まるわけなんですよねだから俺もやっぱこの3要素を少しでも満たしていくように日頃から食事睡眠運動とか自分の健康管理をしたり自分の好きなことで生きていけるように、まあ、副業いろいろ頑張ったりとかそして自分の大事な家族とか友達とかっていうのとたくさん思い出を作っておくことっていうのが重要なのかなっていうのを最近思いましたということをお伝えしたいんですけどで何があるのかというと。その 日本の夫婦ってて組組に1組ぐららいいは離婚してるらしるんですよね。で、なんなら日本に限らず全ての男性と女性ってさもともと浮気する遺伝子があるわけなんですよね男性と女性浮気の仕方が違うわけなんですけどその、まあスペアって言ったらいいのか悪いんですけどいいんその言い方ちょっと悪いかもしれないけど例えば男性はさ自分がお腹痛めて産むわけじゃないからその女の人が産んだ子供が自分の,あの子供かどうか分かんないわけなんですよね。だからこそ男性性はたくさんの女性と関係を持って、 自分の遺伝子をを残すあの確率を高めるとそういう生存戦略をとってきてるから女性よりも男性の方がよっぽどスケベなわけなんですよねで女性。だからこそ男性は女の人が体の浮気をすることを非常に生存本能として嫌うわけなんですよ。だってあの自分のののパーートナーの女の人が 他の男性と寝てしまうことによって他の男性の遺伝子をおなかの中に抱えてしまうかもしれないっていう風になったら男性側からしたらさあの自分が他の男との子供を一生懸命育つことになるかもしれないじゃないですかっていうのが嫌だから男性は本能として。 あの女、女性側の体の浮気を嫌うわけなんですけど、で、一方で女性なんですけど。女性は男性と違って、妊娠出産という大きなリスクとコストがありますよね。だからこそ、そのこいつの男を産む価値があるのかなっていうのをずっと見極めるわけなんですよ。だから、もっといい男性が、を見つけたら、そっちに乗り換えるようにっていうふうに。よりアップデートしていく方に進化していきたいわけなんですよ。男性はたくさんの女性と関係を持つと。女性はより、より良いオスを、あの、求めるように。 あの進化してきたとでそういう風に浮気する遺伝子があった人たちがやっぱりいろんな生存戦略とかによって生き残ることができてその浮気遺伝子を持ってる人たちの末裔が俺たちなんだから俺たちも浮気することはデフォルトで持ってるよって話なんですよね。それがいいいいいかか悪置いといて、ね、であのだからこそ現代の統計とかでもさ男性女性も、えー、と生涯に2人に1人ぐらいは、えー、と生涯に1回ぐらい浮気し,してるよっていう話なんですけど。 うんただその芸能界のさニュースとかでも。 まあ芸能人とか浮気しようが俺たちの人生何も,何何も関係がないしさ何か法律違反を犯してるわけでもないんだから俺たちが首突っ込む必要なくねっていうふうに思いつつもそれでょちょっと話がそれかけた俺の両親の話していきますね俺の両親さなんか幼少期からなんか大之助のお家って両親ってすごい仲いいよねってい家えっと両親というか大之助の家ってさすごい仲いいよねっていうふうに言われること多かったんですよね家族で旅行に行ったりとか別に旅行に行く小旅行とかにせずともあの なんだろうサップって言って川,川をさボートみたいなやつで下りやすを家族4人で俺の兄貴とかと一緒に、えー、と旅行行ったりとか今でも地元帰ったら実家帰った時とかその家族4人でどっか飯に行ったりとかさいろいろするわけなんですよねでうーん話すか3年ぐらい前に気づいたんですけど俺の両親父親も母親ももう55過ぎてるんですよねけどどうやらねなんか肉体関係があるっぽいんですよねいやーこれ,これ これってさすがに,50代,になって50代後半になって肉体関係を夫婦が持ってあと肉体関係を持ってる夫婦って少数派なんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどどうですか皆さんの親は <laughs> そんな把握してない,ろないよっては話かもしれないけどさいや俺最初び知った時びっくりしたないやまあ俺も俺の兄貴も実家から出てさっていうふうになったらまあ仲良かったらそれはやるでしょみたいな話かもしれないけどうん三年前4年前とかだったかもしれないけど 実家帰った時にさ俺あの地元の家の近くに、えー、と車で10分ぐらいのところに温泉付きプールがあるわけなんですよねプール付き温泉またそれはえっ <laughs>、えー、とプ,プール付き温泉があってでそこで自分の水着とかゴーグルとか探してたんですけど俺めったに帰らないからさ 親が俺の帽子とかゴーグルとか買パンとかっていうのを親父の棚の中にまとめて入れてたみたいであれ俺の買パンのとこだっていうふうに探してる時に親父の靴下の棚とかあさってたんですよねだったらその靴下の棚のところの奥底にさなんかうんこのフォルム見たことあるぞっていうそのコンドームの箱が出てきたんですよね最初俺コンドームって分からなくてなんか錠剤なのかなっていうふうに思ったんですけどあれいやえあれって思って <laughs> でその時あの両親は家にいなかったんですけどねで ちょっとまじまじと見たらやっぱりコンドームって書いてあってええー、ってなったんですよね最初親父が母親にそんなもん持ってることって言ってなくて親父が浮気してんのかなっていうふうに俺思ったんですよねただ洗濯物ってなんあの俺,俺の母親も親父も、まあ、家事あの分担して平等にやってるし母親もその場所は絶対チェックしてるはずなんですよねそれともあるということはでもってあの新品の全くフが嫌いでないやつとその手前にフが嫌いでるやつがあるわけなんですよね でそそれすなわちもうそういうことじゃん <laughs>、ね、<laughs> なんかさあの確かにここ数年なんか2人さらに仲良くなったなーっていうふうに思ってたんですよね <laughs> あのえっ、ー、と普通に朝起きた時2人でハグとかしてるしさ俺は34年ぐらい前からかなその人間さいつ死ぬか分からねえからっていうのもあってその実家から1人暮らしの場所に帰る時とかに自分の その両親ととかかににハグししてててババイバイっていう風にしてたんですよねで自分のじいちゃんばあちゃん家にいた時とかもさもうじいちゃんばあちゃんの方がいつ死ぬか分かんないじゃないですかっていうのもあってなんか手握ったりとかしてあちゃんと脈あるなみたいな風にだ <laughs> けどじいちゃんばあちゃんの体温ってもうこんなにつ冷たくなってんだなとかこんなしわしわになってんだなとかいう風に思いつつもこの体温を忘れないようにしようっていう風に俺思ってたんですよね。でっていうのもあってその俺のあの親じとかにさ あのハグして帰ってたんですけどそれがひょっとして導火線というか呼び水になったのか知んないけどなんかその俺の両親もさ朝起きたら毎日じゃないけど2人ハグ,ハグとかしてるわけなんですよねとかなんか出かける前に行ってらっしゃいみたいな感じでハグとかしてるわけなんですよねうん仲いいじゃんっていう風に思ってたんですけど <laughs> まさか <laughs> その55過ぎてもさ今でもお盛んなのかっていうのを知らなくてねびっくりしたんですよねいやひょっとして状況的証拠であって俺は実際にその2人が好意に及んでるところを肉眼で見たわけじゃないからさわかんないですよ ただまああのー、なんだろうね現場に指紋が残されていましたみたいな感じなわけなんですよねいや別に好きにすりゃいいじゃんって話じゃないですかただ俺すいませんちょっとまだ思春期なのかなその状況を見た時にさあのうんごめんおえーっていうふうに思っちゃいました <laughs> やっぱ誰だってそうでしょ自分の親がそういうことをしてる証拠があるっていうふうに分かったらねけど俺はその親のエロによって生まれてきたわけだしそしてまあ数ヶ月 数年経った後でその事実を振り返ってみて思い返してみて思ったのがいやけどさそのさっきの繰り返しになるんですけど55を過ぎてもそうやって肉体関係があるぐらいあったかい夫婦関係ってその熱々な夫婦関係の家庭のもとで生まれてきたのって俺すげえ親ガチャ当たってんなっていう風に思ったんですよね。そういう愛情深い そのお家に育てられて良かったなーっていうふ二人のもとで生まれて良かったなーっていうふうに思うわけなんですよね。でなんならその俺俺の親父4年ぐらい前うつ病になってたんですよね。まあ、半年ぐらいあのそれでその間にさえっ、ー、と親父と一緒にスケボーとかしたりとかして親父は半年ぐらいの休養期間を得て社会復帰したわけなんですけどでうつ病って当然そのなんならさ親父はもう死ぬみたいなふうに言っててさ そんな状態からうつ病で当然性機能とかもやる気ホルモンテストステロンとかも分泌されなくなるわけなんですよねそんな状況からその肉体関係を自分のパートナーと結ぶようになるぐらいおやじが回,あの回復したんだっていうふうに考えたらそれはいいことじゃんっていうふうに思ったんですよねで何な,ならそのなんだろうねその肉体関係ってその長年連れ添ったパートナーと あの肉体関係を持つ方がが快感って上がるらしいんですよねお互いがどこが気持ちいいかとか分かってるからっていう風になったら俺も何,だろう、ね、その何歳になってもそうやって愛し合えるようなパートナーを見つけたいなっていう風にねその親父たちを見て思いましたねで <laughs> これは最近の話なんですけどあまずきっかけは10年ぐらい前なんですけど皆さん「ラッドウィンプスの二人ごと」っていう曲聞いたことありますすごいいい曲なんですけどそれで、ね、2番のところで。 もう決めたも俺とお前50になっても同じベッドで寝るのってとて合わせてたら血も繋がって一生離れなくなったりしてっていう部分あるんですよね。君と僕とが出会えたっていうあのサビの部分の歌なんですけど、あの、 その2番のの番ところをさ、俺高校生ぐらいの頃を聞い頃聞てたんですよね。だったらリビングにいた母親がその歌詞の部分聞いて「えっ、ー、おえっ、ー」っていうふうに言ってたんですよね「50になっても同じベッドで寝るもうない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 って気持ち悪い」っていうふうに俺の母親 <laughs> 言ってたんですよねまだ50になってなか,なかったんですけどねでそれからまあ10年ぐらい経ってさその最近この動画撮ってるの、えー、とお盆ぐらいなんですけど実家帰った時にさ <laughs> 俺の母親と親父がさ手つないで昼寝してるんですよ <laughs>。 同じベッドではないにしろさ、あの、50になっても手つないで寝てんじゃんっていうふうに思って、あの、昔言ってたことと,とわ、おえーっていうふうに言ってたけど、やってんじゃんっていうふうに思ったんですよね。でなんか、微笑ましいなっていうふうに思いましたね。っていうこととかがあって、うん、なんだろうな、あと全然関係ないけど話しながら思ってたの、思い出したのが、 3ヶ月ぐらい前かゴールデンウィークにさ実家帰った時に「そんな話はしてないけどあんたら二人って俺の友達とか俺の周りの夫婦とかの話とか聞いてたらなんか相当仲いい部類に見えるんだよね」ってでなんか秘訣とかあんのって二人の中でルールとかあんのって例えば家事の分担だったりとかそれはもう気づいた方がやるけどまあ大体料理は母親がやってで代わりに片付けは全部お父があの親父がやるわけなんですよねで洗濯物とかもさえっと親父がなんか早起き結構早起きだから でもう起きたついでにやるみたいなねっていうふうになんか役割分担されてるんですけどだからそもそもさその30年も一緒にする30年以上か一緒に連れ添っててさ、まあ、付,き合付き合ってた時期間とかも合わせたらもうえどんぐらいだ、えっと、40年近くになるんじゃないのかなそんなにさずっと一緒にいてさは話すことなくならないのっていうふうに思ったんですよね聞いたんですよねで 同じように、俺の地元の親友でさ、あの野球部のピッチャーのエースをしているあの子なんですけど、彼は今、あの男の子の息子がいて、で、その彼も、その、えっと、学生時代の時に付き合っていたことを、えっと、同性生活とかを経て、えっと、5年ぐらい、えっと、学生の頃からお付き合いして、同性生活を経て、えっと、結婚して、で、まあ、その、パートナーとの共同生活ってもう7年目ぐらいになるのかなをしてるわけなんですよね。で、その、 俺の,その親友がさ、えっと、付き合い始めた頃とかも,もう毎日寝落ちするまで電話してたらしいんですよねそんなにさ毎日話すことあるっていう風に聞いたんですけどだったら俺の親友も俺の両親もえな何だろうあの別にその日会ったことをただ延々と話すなんか楽しかった思い出だけはあるけど何話したか覚えてないっていう風に言ってるんですよねであのこっから先俺の話になるんですけどその最近そのお盆休みにさ えっとその野球部の子じゃなくて別の友達とかと飯行った時きとかにこれはうん,なんだろうねとせっかく友達たちと会えるんだったら。 そのこのマインドマップみたいな感じでさ話すこととか聞くこととかっていうのをあらかじめリストにしてそれで会った時に聞いてるわけなんですけどそれってなんか「生きるのしんどくない」っていうふうに友達たちに言われたんですよ。いや俺はそのリスト作るの楽しいけど逆に言ったらそのリストが尽きてしまったらさ何にも話すことなくなるじゃんみたいな。というかそのリストのことを頭の片隅に入れておくので精一杯でさ目の前の人との会話のキャッチボールとか想定外の質問が来たら「話,話せなくない?」って聞かれてその通りだっていうふうになってたそう思っあの ハッとしたわけなんですよねうーんそんなリストとか作らなくても俺その野球部の親友とかとは別にその場でその場その場でさ雑談とか楽しめるし緊張もしないわけなんですよねそういうような相手を見つけることが <laughs> っていうかうーんなんだろうもっとら俺はさなんか俺の 動画とかをいろいろ聞いていただいてる方からしたら、ダイノスケって変わってるしさ、なんか面倒くさい人間だろうなというふうに思ってるかもしれないし、俺もそれ持っあの自他ともに認めてるんですよね。ダイノスケってさ、扱いにくいというか面倒くさい人間だよなーっていう,う <laughs> いうふうに俺も自分であのこいつ面倒くさいわというふうに思ってて、自分の取り扱い説明書を作るのに必修なわけなんですけど、そっかーなんかその話すことリストとか作らなくていいのかなって、俺はもっとラフに構えけどラフに構えるができないからじゃあ逆に できるだけたくさん準備してもう人事を尽くして天命を待つじゃないけどこれだけ準備したんだからダメだったとしてもしょうがないやっていうふうにあとはなるようになるだっていうふうになんとかなれーっていう俺の中の8割れがちょっと出てきちゃったんですけどあのとにかく全部準備をしたらもうあのこれだけ準備したんだからこれで失敗してもしゃあないっていうふうになメンタルになれるようにっていうふうに思って俺は準備するようにそういう用心深さを磨いてきたつもりなんですけどただその用心深さもいきすぎたらなんかあっ俺 ちょっっっっときづらくなててたたんんだなっていう,ふうに思ったんですよねそうあのそれこそこの動画を撮影してる4ヶ月ぐらい前に俺失恋したんですけどそれも何だろうな話したいこととか聞いたいこととかいっぱい聞けたんですけどそのことはね今まで会話してくるのし,した中でただやっぱ会話する前にはちょっとなんか毎回深呼吸とかしてるしだけどなそれって相手からしても緊張するよなって。 人間関係っってて難ししいいな思また俺はなんでこんな緊張しいなんですか何で俺はこんな不安症なんですか誰か教えてください <laughs> 俺は何だろうなうんその同棲のさ親友のその野球部の子たちみたいにさ緊張せずに話せるようなパートナーが将来見つかるんでしょうか見つかることができるんでしょうかちょっと知りたいです <laughs> 結局自分の話になったなんか両親の話しますとか言いながらね まあそんな話はともかくやっぱ地元帰ってね俺の両親が健康的でねしかも仲良かったからいいなっていうふうに思いました、うん、結局どれだけお金もしてもね冷え切った夫婦関係の家だってたくさんあると思うしそう考えたらな俺は本当いいお家に生まれたなっていうふうに思うことがえ思うことができましたということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいなっていうふうに思いますうーん,なんか皆さんに聞こうかななんかさみんなはさその なんか俺は話すことリストとか作らないと人と会話するとき不安とかそういうリストを作っても不安なんだけどみんなそのなんだろうアドリブでさどうやって話してるんですか <laughs> なんか怠惰な自分を変える方法とか会話術とかそういう動画とか出してる人間がこんなこと聞いたらもう番組崩壊だろっていうかこのチャンネル崩壊だろうみたいな感じかもしれないですけどちょっと教えてください俺はみんなと一緒に成長していくつもりなんだよこのチャンネルはねみんなと一緒に大之助の成長していくっていうコンセプトなんでねうんそのさ えー、自然体で話して盛り上がる仲良くなるそれってどうやったらいいんでしょうちょっと今度帰ったら俺の地元帰ったら俺の親とかその友達たちにもう一回聞いてみようかなって思いますねということで今回は、まあ、そういうようなことがありましたとそういうようなことがありましたというか俺の両親の仲良さをねちょっと皆さんに自慢したかったという話でしたじゃあバイバイ